午後、インク、とは、アメリカ合衆国入りのューしか後に本社を置く企業で、民間、業務用航空機で使える機内ブロードバンドや、その他インターネット接続サービスを提供している。アエロメヒコ航空、アメリカン航空、エアカナダ、エアトラン航空、アラスカ航空、デルタ航空、日本航空、ユナイテッド航空、US Airways、ベトナム航空、バージンアメリカ。 バージンアトランティック航空といった12社の航空会社に機内 Wi-Fi を提供している。午後、インクは持ち株会社として午後 LLC とエッセル、ビジネスアビエーションサービス LLC という2社の子会社を所有している。午後は2100機以上の民間航空機、6600機以上の業務用航空機に機内 Wi-Fi サービスを提供していると発表している。また、ネクという 新たな機内 Wi-Fi 技術を開発している。午後は設立者であるジミー・レイが1991年にテキサス州デニソンのバーベキューレストランでペーパーナプキンを使ってプライベート飛行機で手頃な電話システムを構想したことから始まる。電話会社との提携を経て午後はエアセルという北米でプライベート飛行機でアナログ型の音声通信を提供する企業として 設立された。90年代後期には午後は国外のフライトで使える音声通話を提供する衛星ベースのシステムに投機を行った。より巨大な市場に航空通信接続技術を投入することを次の段階として2006年に連邦通信委員会からエアーツーグラウンドの3ヘルツ交代域周波数を独占的に使用できる免許を取得した。二千八年 民間航空機への導入を開始した。2011年6月、民間航空機向けサービス名を午後インフライトインターネットとしていたが、ブランド戦略の一環として、社名をエアセルから午後に変更した。2014年9月、エアセルも午後ビジネスワビエーションとリブランドした。2013年6月20日、 株式上場として110万の普通株を1株17ドルの公開価格で売り出すことを発表し、21日にナスダックに g o g というティッカーシンボルとして上場を果たした。株価は2年半の間市販機ごとの収益が芳しくなかったことから上場以来激しく変動したものの、2015年11月16日、 上場初期の2013年6月23日時点の株価に戻した。また、インサイダー取引による証券取引所での売買が発覚。証券取引委員会に提出されたフォーム4によれば、午後インクの役員であるエイド・ジョンが2015年4月16日に1万株を22万ドルで売却したとされ、この取引でこの1万株は1株22ドルで売れたという。 2015年6月、本社をシカゴのダウンタウンにあるカナル通り111丁目に移転した。同年11月13日時点で大手航空会社11社と取引していて、2500機以上の民間航空機、6800機以上の業務用航空機にサービスを提供している。社員数は1000人以上で、シカゴの本社に加えてコロラド州、 ブルームフィールドや米国外にも関連施設や事務所を持っている。エンブライル175の外部アンテナ保護は単一の基地局からの信号を次に渡すときに検知した速度で中断を最低限に抑えた連続的な通信環境を提供している。通信速度は推定でより500から600キロビット秒、上り300キロビット秒である。 フライト用の相対域は推定3メガビット秒である。提供しているサービスは Wi-Fi 機能がある端末に多用している。機内接続は基本的に最適な条件のもと、コーヒーショップやホテルで使われているような Wi-Fi 公衆無線 LAN と同じように使用することができる。ただし YouTube や HBO5 といった動画ストリーミングに不具合があるとされ。 s, s p e d e d t e s t n e t のベンチマークでは3メガビット秒だったのに対し、下り0 0 3ガビット秒、上り0 2 7ガビットだったというテスト結果もある。2015年2月、デビット P ーリードが午後のサービスでバッファブロートが原因の負荷で数秒間の0点死が発生すると発表した。ユーザーは 地上と同じ方法で g o インフライトネットワークに登録し接続している。離陸後に使用が許可された電子端末で g o のネットワークが使えるようになる。また、サービスにはアカウント管理機能が含まれていたり、フライト前に公式サイトで有料サービスを購入することができるが、VOIP アプリケーションはサービス利用規約で使用不可と定められている。 5号が現在使用している、または開発している、もしくは発表している技術を一家に挙げる。5号の ATG ネットワークは、アラスカ州含むアメリカが主衆国とカナダにある160以上もの電波塔で構成される移動体通信網をベースにしている。これらの電波塔は、地上のではなく空の信号を捉える移動体。 通信用電波等であり、航空機は底面に搭載されている受信機を通じて信号を拾っている。信号が航空機に到達した時にデータ信号は Wi-Fi システム経由でキャビンの全体に分散される。ATG-4 システムとは ATG システムの改善版で広報互換性がある。 最大下り速度を 3.1Mbps から 9.8Mbps に増加させた。少なくとも600機の航空機に搭載されている。セ・インテルサットと地域別に人工衛星に関する提携を結んでいる。また、大西洋、北太平洋、中南米、アジア、オーストラリア、アフリカをカバーする空バンドの使用でインテルサットと提携している。 2012年5月に空人工衛星のソリューションを民間航空機に使用するために人工衛星機器メーカーのエアロサットと提携を結んだ。55は機内ネット接続サービスを対応横断路線を含むアメリカが収穫中に拡大したり、インマルサットのグローバルエクスプレス空バンド人工衛星が 利用可能になるまでの短期間で数社の航空会社の需要に応じて提供できている。午後の空バンド人工衛星技術は自社のグラウンド2オービットと2空で使用されている。午後グラウンド2オービット午後グラウンド2オービットは航空機への下り回線や午後のエアー2、グラウンドによる航空機からの上り回線のために空バンド衛星アンテナを使用している。 アメリカが州国内外で利用可能で最大下り速度は60メガビット S である。バージンアメリカとこれに関する新しいサービスを開始するために提携を結んだ。空バンド衛星アンテナはシンコムソリューションズが開発したグラウンド2オービットが使用している。ニクーニクーとは一方をダウンロード目的、もう一方をアップロード目的と二つの空バンドアンテナを使用する。 技術である。GoGo によれば二空の最大速度は70メガビット S で高さ17センチメートルの目立たないレードームがある。グラウンド2オービットのようにシンコムソリューションズ製造の空バンドアンテナを搭載している。二空の搭載を決めた初めての航空会社はアエロメヒコ航空である。GoGo は二空サービスの利用拡大を推し進めていて2015年11月13日 24人の航空技術記者が登場したボーイング737型機で2空のデモンストレーションを行い、このシステムで高精細動画のストリーミング再生が試された。ブルームバーグビジネスの報道によれば、ルートハッピーのデータリサーチ担当のジェイソン・ラビノーイッツが機内でシステムをダウンさせようと大量のデータのやり取りをした記者の集団と発言したとされる。 工房は衛星電波発信手法は完璧であるとして、上り速度は 70Mbps、下り速度は 100Mbps で提供できると主張した。2015年11月13日の使用において、テックタイムズにて数人のジャーナリストが実際の速度は良くなかったと主張している。インギャジェットのティモシー・ジェイ・セッパラは最初のスピードテストでは、 下り速度は 11.71Mbps でピンが6 5 6リ秒、上り速度が 0.53Mbps と述べている。さらに欠点の一つとしてピン時間が500から1 0 0 0リ秒まで変化していると主張している。ザ・バージのクリス・ウェルチは、上り速度はほとんどないに等しく、画像やバインのビデオ以上の容量のデータを滅多にアップロードしない一般のインターネットユーザーにも、 ストレスに感じるだろうと述べていて、ストリーミングでは、まともと感じたのは18人だったという。このフライトでの相対域は 25Mbps だった。2015年9月に、JAL グループの日本トランスオーシャン航空が737の800機に2空を搭載することを GoGo が発表した。2015年11月12日のプレスリリースによれば、 発車の航空会社によって550機以上に2空が全機体展開もしくはサービス仕様として搭載されることになったという。具体的には、アエロメヒコ航空が2空を搭載したジェット旅客機を就航することに加え、バージン航空とデルタ航空が2空サービスを発注したとゴーゴーのマイケルスモール CEO がブルームバーグビジネスで述べている。午後のインエアプラットフォームは、 観光客に航空会社特有の情報を表示しながら情報、サービス、娯楽を提供している。午後テキストは乗客が携帯端末でテキストメッセージを送受信できるサービスで午後トークは音声通話ができるサービスである。2014年9月 T モバイル US は午後との提携でアメリカ合衆国航空路線を就航する航空機に搭載された。 午後の機内 Wi-Fi で契約者が無制限でテキストとマルチメディアメッセージをやり取りできるようになると発表した。アメリカ合衆国で午後の Wi-Fi を採用しているのはアラスカ航空、アメリカン航空、デルタ航空、US Airways、バージンアメリカである。午後ビジョンとは機内のサーバーから配信されるテレビ番組や映画をストリーミング配信するサービスである。 2014年7月、午後は、デルタ航空と共にデルタスタジオを立ち上げ、乗客が所有する w f i 対応機器へ、様々なテレビ番組や映画を配信するようになった。2015年現在、アエロメヒコ航空、アメリカン航空、エアカナダ、アラスカ航空、デルタ航空、日本航空、ユナイテッド航空、US a i r w a y ベトナム航空、バージンアメリカ、 バージンアトランティックが採用している。さらに、アメリカン航空、デルタ航空、スクートと、機内エンターテインメントを採用している上、エアトラン航空と、US Airways が、業務使用している。初採用は、アメリカン航空で2008年7月に、サービス提供を開始した。最初の航空路線は、ジョンカイケネディ国際空港発の、サンフランシスコ国際空港。 ロサンゼルス国際空港、マイアミ国際空港行きだった。2010年時点で全国内路線に拡大していた。2008年8月5日、デルタ航空が全国内路線に搭載するとし、近いうちに完了すると発表した。さらに、自社の午後のサービスをリージョナルジェット機前期に拡大することしたが、2009年にノースウェスト航空との合併で機体が増えており、 2010年4月の時点で増えた国内路線機で Wi-Fi を搭載することができたのは540機のうち437機だった。2009年3月、バージンアメリカが初めて機内どこでもインターネット利用を可能にした。2009年7月14日、エアトラン航空が自社の136機に5号を搭載した。2010年にサウスウエスト航空と合併。 エアトラン航空のボーイング737は、サウスウェスト航空のロー44機内 Wi-Fi に変更され、ボーイング717はデルタ航空へリースされ、デルタ航空の午後サービスを使用することになった。2009年10月2日、ニューヨーク発ロサンゼルス行きのユナイテッド航空の PS23 便より午後が利用可能になった。2009年11月6日に、 ユナイテッド PS 全便で利用可能になった。2009年11月20日、エアカナダがトロントロサンゼルス便とモントリオールロサンゼルス便といった大規模なアメリカ大陸国際線で午後システムの使用を始めた。2010年2月24日、アラスカ航空が全機で午後を搭載することを発表。2011年秋に全機搭載を完了した。 2010年3月29日、US Airways が2011年6月1日より自社の Airbus A321 に午後を搭載することを発表した。2011年秋に全期搭載を完了した。2012年2月5日、フロンティア航空が自社のエンブライル E190 に搭載することを発表し、2012年2月6日よりサービス提供を開始するとした。 2012年6月8日、午後は2013年初めに、デルタ航空のボーイング 777,767,747, エアバス330を含む、長距離国際路線機150機以上や、太陽横断のボーイング757に、機内インターネットサービスを提供すると発表した。2012年6月20日、午後は、ユナイテッド航空が、 自社の PS 機で新製品である a t g 4接続サービスに更新すると発表した。2012年8月28日午後はインダストリーカナダよりカナダの a t g 無線周波数スペクトルに関する付随的な免許が降りたとし、カナダ上空を飛行する民間、ビジネス航空機の乗客にサービスが提供できるようになったと発表した。 二千十三年一月十一日、アメリカン航空のエアバス a 三百二十ファミリーと、ボーイング七百三十七に空バンド衛星通信と、午後の次世代エアーツグラウンド技術である a t g ナス四の二つの機内接続ソリューションを搭載することを発表した。二千十三年十月八日、午後は、日本航空がボーイング七七七百三十百六十七七百七十七 787の国内線で機内インターネットサービスを開始すると発表した。2013年11月8日、午後は午後テキストトークという機内で携帯端末を使い音声通話とテキストメッセージングをするアプリケーションを発表した。2014年に商用ジェット旅客機で公式にサービスを開始するとしている。2014年4月流出した。 連邦通信委員会の文書によって午後は政府当局と組ユーザーのデータを連邦政府の通信当庁援助法に基づき法執行機関と共有するための技術を自主的に開発していることが発覚した。二千十四年グーグルのセキュリティ技術者であるアドリエン・ルポーターが午後のサービスが搭載された航空機内で午後はユーザーの行動を記録するための中間車攻撃を 行うために、偽の SSL 認証を使用していることを発見したと発表した。この意図的な偽認証は、法執行機関による監視とセキュア通信のデータマイニングを行うためだとし、午後を批判した。シマンテックも午後は、ビデオストリーミング再生を制限したり遮断したりすることに正当な利益があるとするが手段が行き過ぎていると批判した。 午後がこの戦略をどれだけ続けていたか不明だが、情報セキュリティコミュニティのニュースサイトは、偽 SSL 認証問題が、ユーザーに対しさらなる問題を引き起こすとし、午後が原因で、ウェブサイトの遮断や検閲、非暗号化や暗号化関係なくデータを入手したり、マルウェアをインストールしたり、各パスワードを盗むといった今まで起きたことがないような、サイバー犯罪が引き起こされるとした。午後は、 ゴキブリホイホイというビジネスモデルを実践しているとされる。これは自動化の手段でサービスを利用するためのサインアップを容易に行えるが、即座の解約のために必要な顧客サービス担当者とのやり取りができず、実際の解約は電子メールが必要で翌月から数ヶ月ぐらいかかる。2013年午後は公式サイトに定額料金に関する記載がない上に利用者にも 通知しないまま定額料金を徴収したという申し立てで集団訴訟を起こされた。2015年4月30日、ニューヨーク連邦判事のジャック・ワインスタインは、この裁判で自動的な毎月の Wi-Fi 接続更新のためのサインアップでユーザーを騙して収益を得ていたとし、裁判官は83ページのメモランダムや訴訟命令に平均的なインターネットユーザーは知る由しはない。 秘密的なサインインに縛られていると記載していて、このような契約で拘束することに関して、被告に委ねる裁判地や、仲裁条項に対応していないとしている。ありがとうございます。